こんにちは習慣といっても本能に根ざした習慣と後天的に人工的に作り出す習慣ってあると思うんですよ。まあ、例えば後天的に作り出す習慣と先天的に持っている習慣、まあ、本能本性ですかこれがぶつかり合ってどっちが勝つかっていうのを私最近ねボクシングにいい例を見出したんですよ。というのがボクサーっていうのは先天的な闘争本能があるんですよね。 勝ちたい、強くなりたい、目的を達成したい、チャンピオンになりたいっていうことです。でも、例えばトレーニングってきつくってやめたくなるんですよ。減量もありますよね。物を食べれない、水を飲めない。苦しいですよね。本能は、物を食べたい、休みたい、水を飲みたいと言ってるのに、もう一つの本能は、負けたくない、勝ちたい、チャンピオンになりたい、目の前の敵を打ち倒したい、こう思うんですよね。で、どっちの、 本能が強いのかっていうことを後天的な習慣で人工的に操作していく作業っていうのが上手な人がいるんでしょうねきっと。でそれを自分でできる人とトレーナーがついて外部的にするものとあとライバルの存在とかでそれが加速するものといるのかなと思うんですよ。うん、だからそう思うと私たちにはまだ打つ手があるんじゃないかなと思いますよね。そして自分がやり続けることも どっかで折れてできなくなっちゃうこともどっちも本能といえば本能なんでしょうねきっとだからその本能を人工的に作り替える作業それが努力なのかなというふうに感じてるんですけどもいかがでしょうかまあ習慣ねうんやらなきゃしょうがないっていう習慣確かにね私たちありますよねそれがプラスに向けばものすごくいいですよねもうすでに吉田さんも車のことを考えるような習慣になってるんじゃないですか 私もね、車のことを考えるのが習慣とまでいかないんですけども、よく頭に登って、今だからね、あの、車の検索してないんですよ。欲しくなっちゃうんで。で、欲しくなっちゃったら、私買えるんで買っちゃうじゃないですか。ちょっとこの辺にしとこうかなと思ってるんですよね。まあ、それよっか、なんかもっと別のことにね、ちょっと資金を振り向けていきたいなと思って、今はそれが、懐かしの DVD を見ることかなと思いますよね。DVD 見たら、レビューができるんですよね。もちろん車買ってもレビューできますけども。 まあ吉谷さんの車いいでですすねね楽しみです、ね、今度吉谷さんの車に対して私の感想を言うみたいな動画で持ってもない買ってもない <laughs> 触れてもいないのに動画作り続けてみましょうかね <laughs> 人の持ち物で動画作っていくコンテンツできるみたいなそんなアクセスの呼び方もあるんじゃないでしょうかそれではいってらっしゃい